今日紹介するモッドはこちら。Outvoted だよ。このモッドを導入すると、3体の新モンスターが追加されます。右のやつキモくね。このホバリングインフェルノは、ブレイズの見た目をしながら耐久力と攻撃力が向上したモンスターです。ブレイズの時点で手こずるのに強くなるのか。こいつは盾を構えて無敵になったり、火球の波状攻撃を繰り出したりします。この攻撃を避けるのは大変そうだ。グレートハンガーは、アリ地獄のように地面に潜ります。その上を通るとダメージが入ります。日常的に地面をしっかり見ないといけなくなるな。ただそこまで強くはない模様。この口がでかいモンスター、クラー剣は、海に入ってきたプレイヤーを海の底に引きずり込み、溺れさせてきます。攻撃方法が古速すぎる。でかその歯は使わないんかい。ドロップ品として、まずはヘルメット、火炎耐性がつきます。クラー剣が落とし歯で、トライデントを作ることができます。グレートハンガーが落とし心臓は特殊で、エンチャの付けすぎで新しく付与できなくなった時に、この心臓を捧げることで、追加でエンチャントを付与できるようになります。より多くのエンチャが付けられるのか。ところでこのモンスターたちは以前のモブ投票で落選したモブたちでもあります。これでドキドキマイクラライフを。ドキドキカッコ心臓停止。